はい、時間なんで始めます最後 <coughs>、えー、の情報発信学では曖昧な情報と思われるのをどうやってうまく最後内で捕まえてそれで情報発信するかというのが主題でやっていて前回から低酸素応答というのを始めました低酸素普通我々のところは20%の酸素分圧ですけどそれが高知なんかに来て10%の酸素分圧になるとそれに適応しようとすると。 適用しようとする代表例がエポという赤血球の生成を促すホルモンをたくさん作ってさたくさん赤血球を作って <coughs> さ体の隅々まで酸素を運べるようにする、まあそれが一つ適用の一番典型的なパターンで、まあ、それをうまく使えば高知トレーニングという形になって高知トレーニングをすることによって赤血球をたくさん作って酸素運搬能力を高めて地上に乗りていけば 地上においてもいい結果が出せるということで、こういうことがまあ1953年になんかそれそういう血球を作るようなホルモンが生体内には存在するんだということが分かったので、それが追求されてエポというのが分かりました。で、じゃあ低酸素になるとエポがどういう仕組みで増えるのでしょうかというのがこの講義の主題です。で、えー <coughs> 最初は個体レベルでやっていましたけどだんだん技術が進んでいって個体レベルから臓器や何かのスライスを使うので最後は培養細胞を使って実験ができるようになりましたで肝臓や腎臓でエポッて作られてますからヘパトサイトに由来するヘップ 3B とヘップ G2 という細胞はエポを作る能力をそのまま保持しているともともとは作っていたものもがん化することによって色々性質が変わりますけどもこの2つの細胞は 培養細胞に移してもエポを作る能力が維持されていてさらに低酸素にするとそのエポのタンパク質が増えるというところまで、えー、やりましてね <coughs> だからこの,この細胞を低酸素まあかなり10%よりももっときつい低酸素にしないとこのシステムは動きませんけど1%とか2%というような非常な低酸素にするとタンパク質レベルで エポが増えてくるという現象を再現できると再現できたというのが先週の話ですね <laughs> じゃあエポのタンパクが増えたら次は何を調べるかというとそのメッセンジャーも増えてるかどうかを調べるのが通常セントラルドグマは DNARNA タンパクなんでタンパクが増えるときにはメッセンジャーの RNA が増えて増えた結果タンパクが増えるのかそれともメッセンジャーは変化変量メッセンジャー RNA は変化 しないんだけどもタンパクは増えるかそれは皆さんなじみがないかもしれませんけどこの後にちゃんとそのには出てきてメッセンジャー RNA は増えないんだけどタンパがちゃんと増えるという現象もちゃんとあります。どっちかというのを区別しようということでこれもこの前板書とした通りなんでこれもう一回写さなくても大丈夫ですけど2つの種類の細胞を2枚ずつシャーレに巻いて一方は通常の酸素21%の酸素で培養する。 からもう一方は1%あるいは2%の低酸素で24時間培養すると。でその後培地中に放出されたエポのタンパク質量をここで使われたのと同じようにバイオ圧ッといって実際にどれぐらい設計器を作らせる能力があるかというバイオ圧ッで調べてみるとここに数値が書いてありますけれども、えー、HEP3B だったら 普通は25と25ユニットというような数字の酸性量なんだけども低酸素で24時間置いとくと384と10倍以上増えてくるというちゃんとやっぱりタンパクレベルで増えているところが再現できていますしこっちのヘップ G2 だと5ユニットのところが26ユニットとまあ5倍増えているとでタンパク量もちゃがちゃんと増えているということが分かったので次は同じどん 同時の実験ですねこの、こういう処理をした後、一1つはメディウムを回収するもう1つは細胞を回収するで細胞を回収してきた後、その中の RNA を全部抽出できますこれはあの RNA メッセンジャー RNA だけ取るというのは結構手間なんでもうこれはあの <coughs> 後の操作でやる時に別にあの他の RNA リボソーム RNA がすごく多くて80%もリボソーム RNA ですけどそれはこの後の、えー 解析には邪魔にはならないんで、もうまとめて全部の RNA を取っていきます。もちろん t r n も含まれている。全部の RNA をも取ってきて、こう試験管の中に集めていって、それぞれここから取った、もうここ省略しますけどね。それぞれから取ってきた RNA を、アガロスゲル電系度にかけます。これ、この前説明しましたね。 アレに大きいのでアガロースという格子で状のもので分離するとそうすると大きいものはゲルの上に残って小さいものほど先へ進んでいくということがあったんでこのあと でこのあと、えー、染色という操作をするとリボソームアレネが2つバンドが見えると。アレネを分解せずにちょちょ、えー、回収できると、それぞれのレーンでちゃんと2つ種類のリボソームアレネが見えて。こういうバンドが見えると、ちゃんとアレネが分解されずに取れたという証拠になるとで。ここで、 でこのアガロスぎルは寒天なんで脆いものですからあそのままでは実験使えないのでここのところの分,分けた状態で膜へブロッティングするというところまでが今回いやいや前回やったところですねブロッティングしてこ,のこういう状態 4種類のアレネが流れていてそれぞれ大きさによって上の方が大きくて下の方が小さいさらにリボソムアレネもも,もちろん全部膜に移りますからこのあと染色してもこうよそれぞれのところでこれそれぞれをレーンっていうのですねボーリングのなんとかレーンというのと同じでここに最初の1レーンは このサンプルが流れていて第二レンは次のサンプルが流れていて、それぞれのレーンにリボーソムラルネが二つずつ見えるはずとこういうふうになっています で前回せんあのやりましたけど拡散をけんせん検出したいときには追合するという性質を利用すると。G は必ず G は C と3つの水素結合で追合する。T はみ2つの水素結合で A と追合する。まあ、この性質を使ってやります。 でまずこのプローブというのはどうやって作るかをざっとやりますこの中に、えー、DNA は2本差ですからこ2本差で書いてますけどその中にエポの CDNA エポのメッセンジャー RNA というのは取ってこれるのでそれを逆転車酵素を使って RNA をから DNA を作るとこれはもうウイルスにこういう逆転写酵素とい存在しますのでその酵素を使って逆転写して2本差 DNA するとそしてこのベクターに組み込むと。 このベクターに組み込むのをちょっとまだがイメージつかめないかもしれないけどこのあとも,もう少し詳しくやりますとりあえず2本差なのでエポのメッセンジャーを逆転じするとこれ2本差にもしてくれるんで2本差 DCDNA にしてこのベクターの中に入れてあります。

あの分生生物ののででで村先生の講義で習ったはずですね今は皆さんも PCR というのが出てきてからめちゃくちゃ分子生物が簡単になってしまう。昔はこの DNA を増やすというのは結構大変で増やすときには一旦大直に組み込んでからじゃないと増やさないかったのが PCR というポリメレスチェーンリアクションという反応が使えるようになってもう試験管の中で簡単に何百倍何千倍とかいうふうに増やせることができるようになったという時代で非常に便利ですね。これも原理は上村さんが詳しく話し してるんで、ここではやりません。P. C. R. をしてやります。そうすると。こういう、このエポシーディがどんどんアンプリされる増幅されます。で、この時に、あの、もちろん増幅させるんで、ここには。 えー、デオキシ ATP も必要ですし全部デオキシで DNA を作るんだからデオキシの GTP も ATP も、えー、TTP も必要でこの時に 32P 放射線標識した、CT、デオキシ CTP も加えておくと増幅される時にこの放射線を持った CTP が取り込まれて 増幅された DNA の中に放射線放射能が取り込まれるとまあ、こういうことができますそうすると他のものと区別することができるとというので分子生物が始まった頃はこの当時はこういうことをしないとなかなかこの次の操作に行けなかったんですけど今は DIG という試役がくっついたデオキシヌクレオチドを使いますので,でこのあと DIG を抗体を使って、えー、その DIG が入った DNA を検出するということでこの前うちの実習受けてもらえばこれも経験した,したかなというしたやな。 といいううことでこででやっていくので今はこんな放射線を使おうと思う実験を学生実習やろうと思うととんでもない、えー、もしあのなんか変なこと起こったら大変なのでなかなか難しいですけど今はもう放射線をほとんど使わないです私が実際実験してた頃はもう放射線まみれという感じでも、まあ、あの原子炉から比べると全然ほんのわずかな量なんですけど、まあ、やっぱりガイガーサーベイメーターでガーという音がするのでやっぱり気持ち悪いんですけど今はもうほとんどのものが、えー、放,射の放射線を使わずに実験できると いう時代になったので、あのー、安全なに実験ができますし学生実精もこういう実験ができるということになっていますでこうやって標識しておきます。そしてでこの時はもちろん PCR でこっち増やしてこっちを増,や増えるのは2本差が増えますよね。 日本差 DNA が出てき、増えてき、増幅されます。放射線を含んだ <coughs> 日本差 DNA ができてくる。そこで、 で普通は2本差そのまま2本差として増えるんですけどこれあの95度ぐらいボイルスに近いような温度で、えー、熱変成させます。で熱変成させれば熱が上げればワトソンクリック結合このクリック結合がきは切れますからバラバラになります。でその急冷すると で急に一気に氷箱の中につけてやるというようなことをすると一本差に分かれた、まあ、上の差と下の差でこういう形になります。 その後このプローブ1本差に分けたプローブをプラスチックバッグにの中に入れてこの中にバッファーが入ってますこの中に入れるとでこの中に入れてハイブリダイズすると 日本産のままだったらもうこれ強固にくっついてたらいくらこの中に入れても他のの今はくっつきようがないんでバラバラにしてあります。でこの膜に移った RNA と追合させるのをハイブリッダーズという言い方をします。 分析物学のあのが入ってきてきモレキュラークローンという当時バイブルとれた実験書をみんな読んでいたんですけど私もみんな他の人と一緒に、えー、林読会をやってたんですけどハイブリダイズするっていったらどんな高等な技術が出てくるんかなと思ったらなんやプラスチックバッグの中でブらブら振ってるだけやんかというでがっくりきたような思いがありますけどその分成物は基本的にそれぐらいあの高度なテクニックとか高価な機械とかは必要としないのでだからそうです。世界中に割あと割と 迅速に行き,あの行き渡ったというのもありますね。でこういうハイブリザーズをさせますそうするとここのど,にどっかにエポのメッセンジャーあるあるはずですよね。エポのメッセンジャーがど,どっかどこかは分かりませんけど大きさに従ってこうずっと流れているので大きさに従ってどっか流れていますそうするとそのエポとメッセンジャーとハイ,ハイブリするのはどっちですか 通常エポの CDNA といったらこう書いたらここに上の鎖を読むとエポのタンパクが出てくるというふうに普通そうしますので上の鎖を遺伝暗号表にかけるとエポのタンパクに変わってくるということなのでそういうふうにするとハイブリするのは 逆差ですねメッセンジャー上はメッセンジャーあれば上の差とほぼ配列が同じ T というが変わってるだけなのでメッセンジャーとハイブリするのはこちら側の反対差の方のものがハイブリするのでここにエポのメッセンジャーがあればこんなふうに「追合」というのをするはずですね。 どっかいろいろ探してみて、追合をして。まあ、いろんなところで追合するんですけど、エポのメッセンジャーだったら100%追合するんですね。このエポの CDN をそのまま増幅させていて、こう一本差にしてますので、この一本差はエポのメッセンジャーでと100%追合すらず、ね。一番強く追合している。そうした後に、 ここではよく洗浄するという、洗浄してこの温度を変えたりいろいろ条件を調べないといけないんですけど100%追合するものあれば土地は50%ぐらい似てるものもあるかもしれない 40%30% 似てるものもあるかもしれないから100%のものだけが残るような条件で洗浄します。どんどん温度を上げていったりするとあのマッチ度が低いものは外れていくと。100より、 強く水い誤せものだけが残るような形でよく,よく洗浄すると。でその後乾かして X 線フィルムを観光すると。 で放射線の位置を特定すると。でもちろんここでたくさんプローブがここにたくさんエポのメッセンジャーあれねがあればそれだけたくさんのプローブがハイブリするのでそれだけ強,く強い放射線のシグナルが出てくるそれだけ強くエ線センがフィルムが観光されるということになってここの量は。 ここの量はバンドの濃さっていうのはくっついたプローブの量に比例していますしそのくっついたプ,プ,プローブの量っていうのはメッセンジャー RN ンの量に比例しているということで元のあったメッセンジャー RN が多ければ多いほどバンドは濃くなるという形になります。 で例えばここを流すのはあまちょっと具体的ね例えば r n に通ってきた後とこれあの A の260拡散は2 6六十七メーターに吸収を持っているので A の260と260の吸光度を測ると大体の量がまあ分かるのでそれを向かって例えば10マイクログラムずつ流していくとこういうノーザンブロッドができるというような形になります。 でこれ結果を見てみるとこれもやりますけどここの普通酸素で培養した HEP3B の場合はここの例第1レーンにはほとんど RNA のバンドが見えないふだから普段は非常に少ないでも1%酸素で24時間置くとガバッとバンドが見えてくるので一方のメッセンジャー RNA が増えたということが分かります。 第3連ではヘップ g 2で通常酸素だとほとんどバンドが見えませんけども、えー、これを2%で24時間置くとバンドがくっきり見えるようになってくるということでこの結果からエポのタンパクが増えるのはエポのメッセンジャーが増えるからだということになる。ではもしこのなんかこの細胞ではエポのメッセンジャーあれねえが 増える増え,も増えるというのを先に出したいというこういうデータを捏造ししたたいと思ったらどうしますか。今「熱造という教育をしないといけないということになっているんでこれ本当は増えないんだけど熱造,、ね、造することによって増えているように見せるにはどうしますか 本当は全然増えてないんだけどあ、人より早くいい成果を見せたいと。これはもうそういう低酸相当ってのは分かってるんだから,から、きっとメッセンジャーが増えるだろうということをやりたいときにどうしたらいいと思います いろい,い,いろいろな熱のほうがあってこう昔本当にあの大問題になった人ノーベル賞にちょっとボスはもうちょっとノーベル賞という下のところにした下の第五院生がむちゃくちゃ働くと言って夜中働くと言って人と一緒に実験する夜中働いてる人なんかはここに放射線が欲しいと言ったら全然別の放射線放射線を塗ってたとかいうような熱の仕方はあるんですけどまあそういうことをやってて本当に誰も他の人が再現できない。これでしかも 結果が早く出すぎるってなんでこれうまくいくんやっていうぐらいどん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 ,どん出てくるのでみんなの前でやってみろと言ったら全然その実験ができないなんていうこともあるんですけどこの場合はそういうこういう同じ実験をするんだけどどこを変えええたたら増えたのに見えるでしょうかさっきこの辺がヒントでみんなが普通こうやったんだろうなと思うところを裏切れば。 熱度になるんです、ね、こここうやって増えたというのはどこも同じ RNA 量が流れてると思ってあで増えたと思うでしょだから流す RNA 量を変えれば、ね、こ,こ,の量ここの第2連だけ10倍流す RNA を増やすとか第1連だけ10分の1にするとかもともとみんな10万くらい流したと思ってデータ見てるから、えー、だけども実際はこう人為的に流す量を変えればデータは熱つできるわけですよ。 それはもちろんそういうことがあってだただ熱動点じゃなくて実験が下手でもこういうことはあり得ますよねここ普通だったらリボソームアレネの写真ってあんまり見せないんですよねだから第一例ではアレネがもう壊れてたと本当同じ量だけあるんだけど実験下手だからうまくいく確率は50%しかなかったとで第一例は失敗してアレネもうないただ第二例はたまたまうまく取れたからあると。 だからあのバンドが見えるという場合だってありますよねでそういうことはあるので特に昔から RNA は前から言ったように分解しやすい実あの扱いが難しいというのが分かってたからやっぱ研究者側からそんなあの捏造してないよということは自ら示しているのがここの例なんですねこれアクチン同じことをするんだけど アクチンに対するプローブ、アクチっていうのは細胞骨格のたあのタンパクだから細胞なに非常に多いですだからメッセンジャーあれにも非常に多いですだからこういうエポなんてちょっとしかないものをやった実験した後、もっとこれを強くさらに強く強く洗浄してだ全部はプローブを落とした後、と今度アクチンに対するプローブをつ加えてハイブリダイド栓をさせるとアクチンのバンドはしっかり見えます あのエポなんかちょっとしかないんでそれは邪魔されなくて見えますでそれでやったらここにはこれあの画面あの論文のページ数を少なくするためにもう大事なとこしか出さないというのは許されていてアクチンのプローブを見るとどこも同じよう流れてるでしょどこもこ,のこういう実験をした後にアクチンプローブでハイブリさせてやったらこのまま使うってちゃんとアクチンの量は同じだけあると。 だから、乗せてる量が違ったり、ここだけ分解されてるなんていうことはないですよというのを、自ら示してるのがこのデータです。こういうのを、ローディングコントロールという言い方をします。乗せてるものに問題はありませんよという。で、ここまできましたで。低酸素にすするととエポのメッセンジャーが増えますと いうとここで分かることは転写制御ということですね転写レベルで制御されているんだということなんで転写レベルで制御されていたら次は何をしますか何をする次はん次の実験は何次はどんなことを知りたい レポの遺伝子は転写されているためには何が必要？転写子でどんな転写子ですよ。うん。その前に転写が実行されるためにはその上流にはプロモーターどんプロモーターの特に何が大事？この辺に。 基本転写インシングというのはくっつかなかったですよね。その目印はターターボックスですね。ここは分子生物の一で思い出しますね。基本ンインあ転写の制御のところについては分子生物一で最初のことでありました。転写が始まるためにはその上流にターターボックスというのがあって、T A T A で対称じゃないから A 側の後ろで転写が始まるとですね。ここには T F 2 D という TBP とターターボックスバインプロテインというのが中心となっている TF2D という基本転写演習がやってきてこの後いろいろないろここはあまりおお覚えなくてもいいですよといっていろんなもの基本転写演習がいろんな基本転写演習群が積み重なっていって最後に RNA ポリメラーゼという DNA から RNA を転写する酵素が呼び寄せられて実際の転写が始まるというのがまず基本転写んですよね。今言ってくよとねそれだけはそれは基本転写だから RNA を作りなさいというだけだけどもそれ以外にある遺伝子を。 上の遺伝子の近くにはその遺伝子をいつどこでどれくらい転写するかという情報も書き込まれているという話をしましたそれをシス配列という言い方をしましたねシストランスというのはいろんな言い方がありますけど同じ分子上でこれに正義をかけているからシスの関係にあるといってシス配列とこういうものがあるはずです。 ターターボックスはもう配列しっかりしてるので、ターターというのは、その遺伝子の近くを眺めていたターターに相当するものがあるかどうかを、えー、見ればいいわけですけど、試作率はいろんな延期配列になってるんで、それは調べないといけない。ここに調べ、あの、二回線の分析物はこうどうやって調べるかはこの授業でやりますというのを予告してた通りなんで、それをやります。だから次は、このやるときには、もう、ここまで来ると目標は、 まずこの転写制御に関わっている子細列を決めます,です、ね。で子細列が決まったら次はこれにはトランスに働く別の分子ここに結合するトランストランスの因子が働くはずです。これはタンパク質ですね。 脂質配列を決めて次にはこれに結合するトランスの因子を決めてきてで最後大事なのはどうしてここに低酸素の時にトランス因子が働くようになるかとここが最後どうして低,低酸素っていうのをつまえキャッチしてるのかということになるわけですでターターボックスは必ず普通あのこの遺伝子の上流にあります5ダッシュ側にあって A の下流で転写が始まると。 言うんですけど視差率に関してはどこに上流もしくは下流かなり離れている場合もありますというのは DNA はかなり柔軟に折り曲がることができるので遠くにいるように見えてもにあの立体的に見るとすごく近くに来ることができるからというので,、えー、こ,でこれは実際に調べる必要がありますでここいいですか これがエポの遺伝子の構造を書いたものです。エポの遺伝子を調べてみると視覚がエキソンですね視覚がエキソンでその間線でつながっているところはイントロンですだからエポの遺伝子というのは1から5の5つのエキソンに分かれていますそしてそうね視覚がエキソンで線がイントロン斜線はタンパク質をコードしているところとタンパク質の情報になっているところがこの、えー、斜線で書かれています でこれが遺伝子構造でこれが一時転写されると全部最初から,最,初から最後まで転写されますけどもスプライシングというのを受けてここで、えー、つながって12345がもうそのまま切、えーえー、れ目なくつながってエポのメッセンジャーねというのは通常こういう形をしています。でまたここでプローブを。 作りますんでプローブのところをちょっと作り方を言うとまあい,いよこっからここにエポのここからエポの遺伝子をが核の中に入ってます染色体でエポの遺伝子がありますこっからエポの エポのメッセンジャーアレができてそれが核がに輸送されて細胞数でリボソンによって翻訳されてエポのタンパが出てくるということですねじゃあ今どこにシスイレ列があるかというのをやるときには結出というのをしますディリーションを入れて、えー、影響が出るかどうかエポの転写結出で 血質、どっかを抜いてやる。どっかを抜いてやって、そしてエポの転写とか誘導とか、これは転写誘導ですね。ここは。こう転写誘導に影響が出るかどうかっていうのをやって、どこに資レ率があるかをだんだん縛り込んでいきます。でも、基本的にゲノムの中のエポ遺伝子を自分の思いのままに 扱うというのはなかなか難しかったです。ちょっと前は10年前までは全然で絶対できなかったです。まあ、今最近はゲノム編集というすごい技術が出てきて割と自由にやれるようになったんですけど、まあ、この時代はまだその時代の前なので、昔ちょっと前までは染色体調のエポイ遺伝子を自由に切ったり貼ったりすることはできなかったです。だから、こっから 試験管のところが一方で試験管の中に取り出してくるとそれはかなり自由に試験管の中の遺伝子組み方というのは非常に自由にやることができます。でやって結湿を加えて例えばこの辺5ダッシュ側のこの辺りを消しさせるあるいはここをディリーションするさ三角はディリーションという意味で使うんですけど5ダッシュ側のディリーション。 を使ってやるあるいは三ダッシュ側のディリーションを、えー、使ってや作ってやってその結果を見る結果を見るときには試験管の中では計算相当はもちろんしないので,で採掘した後と戻すんですね遺伝子導入です戻すって書いてあるす 試験管の中でいろんなところに血質を起こさせます。そして血質が起きた遺伝子を、また細胞に遺伝子導入ということをすると。これは比較的簡単です。遺伝子導入でも簡単です。試験管の中で細工をして、細工されたものを元に戻してやる。そしてその影響を見ると。影響を見るには低酸素が、オートが必要ですから、これに低酸素プラスマイナス。 プラスマイナス低酸素というので普通酸素と低酸素でどういうふうな反応を示すかを調べてやる比較してやるということによってどの領域が重要かというのが分かってきます。ここうやっっったたたら、らだだんだんこの5ダッシュ側を削ったら反応がなくなくというとまだ領域は多いけどもこのどっかにあるだろうと。 求めるのがあるだろうあるいは 3' 側を抜いてやったら反応がなくなったといえばこの 3' 側のどっかに大事な配列が失差配列があるんだろうといって次はだんだん狭めていくそれで,すで最初はガサッと削っといて何が起こるかを見ると言うんですけどこれそ,そのまんま戻して大丈夫でしょうかどこが問題どこが問題 そうね、これもしこのまんまこの 5' 出し側とか 3' 出し側を消し伝えからといってここをそのまま残していくとここから同じ大きさのメッセンジャーが出てくるような形にしていると区別つかないですよねこっちから転写されたものなのか新たに外から遺伝子導入したものから転写されたものかの区別がつかない。 とということになりますよね。それじゃわからないですよ全然実験側の結果はクリアにならないのでそのためにこうしないようにこうならないようにここのエポの遺伝子のところに血質を入れておきます。で それでここにあるのがミニエポイ電子説明に書いてあるように質配列が存在する領域をしらぶしら絞り込むために作成したものでエポイ電子の配列から KPN1 ここの K って書いてあるのは KPN1 という制限構想で切れるところですそこから <laughs> ACC1 というのがこのこ,こにあるここの A って書いてあるのが ACC1 普通あの制限構想というのは英語3文字でその後にまに数字とかローマ数字が来るんですけど KPN1 から ACC1 までをスポッと抜いていますここここここからがここにつながってここからがこうなっているこのエクソン2の途中からエクソン5の途中までがスポッと抜けているこういうミニエポイ電子というのを作ってあります そうするとここからはミニエポン mRNA ちょっと短いメッセンジャー RNA 塩基調でいうと981塩基からなるメッセンジャー RNA ができるはずです。 一方もともと染色体から出たものは1365という大きさなので明らかに大きさが違いますからこの1365の方が上に位置して短くなったミニエポが下に流れていくというこういうふうに場,場所でどっちのメッセンジャーかが区別できるという細工をしてあります。 ちょっとここまだデータをする前にちょっとイメージ図をイメージトレーニングがちょっとあった方がいいかなとこの先ちょっと難しくなるんでイメージトレーニングをやるとここにまずこういう状況でこの HEP3B という細胞を使ってさっきの20%のまま1%して24時間置くでこれノーザンブロットします。 さっきのようにさっき作ったプローブを使ってノーザンブロットをしますそうすると普通にいけば1365の大きさのエポノメッセンジャーは低酸素にすると増えますよね 染色体上のから出てくるものはちゃんと低酸素に応答してメッセンジャーアレネががばっと増えます。これは遺伝子同時にしようとしまいと染色体上のメッセンジャーアレネはちゃんとエポに応答してこの転写が実行されてこんなふうに増えてくるはずですよね。これ一つイメージ取りですね。そうすると一方でミニエポの方は。 981のほうに出てきます遺伝子導入しなければ当然これは出てこないですよねこの2つ2連にはこの981の大きさのものは出ないはずですで遺伝子導入した時に横に書けないんで 原子導入したときに大事なところが削られてなかったらやっぱり増えますね。し大事なところが削られたら増えなくなる。これ本当はこっち横に置いてあのこれ真横の関係ですけど場所がない影響がなければ同じように低酸素と示す。でも影響を受ければ低酸素度がなくなる。そういうことを目標にやっていきます。いいですか。で普通はもう今あったら今のはもう,もう全部ほとんどノーザンブローとやります。 ノーザンブロッテーどんどん進めていくのであのさっきまで説明で十分なんですけど今日は歴史的な意味もあってこの実際の実験が行えたのは別の圧勢をしているのでそれをちょっと説明しますそれを RNS プロテクション圧勢といっても今はもう使わない当時はノーザンよりも感度が良かったので、まあ、割と使われてたんですけどもう今はもう実感ノーザンが非常によくなったんで使われないですでもちょっと難しいんですけどこれをあの理解できると少し分生物学が何となく分かったような気になると思うのでちょっと難しいです 頑張って説明しますでここはエポの CDNA これをもう今 PCR があるので割と簡単に。 もう今皆さんはゲノム時代なんでエポの遺伝子をパッとデータベース見ればどういう配列かっていうのは分かるのでその一番最初の AUG コゾンからストップコゾンまではそっくりそのままプライマーを作って設計して PCR かけてやればもう一晩でエポの CNA が出てくるそういう時代ですよねエポの CNA を取ること自体は全然問題ないですでここにこのエポの CNA エクソンの12345がからに由来する DNACDNA イントロンがないものがそのままここに書いています で、ここに、KPN1 サイト。エクソン2のところに、KPN1 サイトというのがあります。から、エクソン5のところに BGL2 という、という制限酵素があります。制限酵素で切れる場所があります。で、この c d をこれこの2つで切ってやると、 この制限構想には切った後に上の3ダッシュ側の方が残っているものとこっちの方に5ダッシュ側が残っている、ね、ここ上は5ダッシュ3ダッシュ3ダッシュ側が突き出しているものと5ダッシュ側が突き出しているものと2通りあります。だからこのふうに KPN だと3ダッシュ側が突き出しているで DJ2 だと5ダッシュ側が突き出しているというような格好になったものを用意して切ってくると。 こういう断片が得られます。で他の短いのとは分け,あの分けることができます。そうしてこれをベクターの中に組み込みます。でも普通はベクターもこっちも KP4 と BGL2 で切っていれば。 KPN1 でこれも切っていればこういう切り口になっていてここも BJ2 になってこの切り口になっているとこういう中でここをスポットこの中に入れるはめ込むことができる通常できるはずですねでも今はベクターは自分で作る必要がなくて自分で自由あのいろんなものが売ってありますからその方の中から自分がの使用目的に一番合致したやつを選べばいいわけです で、多くのベクターの場合には、ここにいろんな、どんな制限酵素で切れるかわからないので、いろんな制限酵素で切れる配列を入れたものをが用意されています。これをマルチクローニングサイト。遺伝子組み換えをするときに、えー、マルチでたくさん使えるようなもので、が用意されています。で、ここを見てみると、上から見て、ずっと読んでいくと、3つ目に KPN1 がありますよね。だからここ KPN1 で切れるんです。ここのベクターは。 KPN1 というので切れます。でもずっと見ていっても BGL2 サイトってないんですよね。BGL2 サイトないです。あれはこれ困ったな、入らないのかなという場合には、もう今はもう皆さん PCR があってプライマーをもうどんどん勝手に DNA で合成できるので、こんなことは苦労しないんですけど、ちょっと前これ BGL2 消えないなと思った時にどうしたかというと BGL2 は AGATCT という配列を切ります。 でここ4塩残して切ります。一方 BAMH1 っていうのは GGATCC を切るので塩基配列6つを比べると全く違うんですけども切れ残った後の飛び出している4塩基を見ると全く同じですよね。ここから言っと CTAGCTAG っていうのが飛び出しています。ですね。だから 切ってそれぞれ切って別のコースで別のコースで切った後と乗り合わせつなぎ合わせることができるんです。追合するのは飛び出たこだけが追合すればいいので他はちゃんとこれでこの GATC と下の CTAG が追合しますからそれできちっと乗り付けができます。だからでも乗り付けした後はどっちのコースでも切れなくなる。どっちの入る人も違うなくなる。 でも切れるのでこちら側ではバム H1 で切っといてこうわわあの開いといてこれを KPN1BJ2 で切れたものをこの中に入れることができますよというそういうことですねだからこれでここにすっぱりと収まって KPA なんかから BZ2 までが入ったプローブができます。繋がるけど後ではもうどちらも切れなくなるとね、もうこう斜線を引いたりはしますけどね。ですか。でこれで今までノーザンだったらこうやるときにはさっき言った PCR で増やしてやる。 で日本車だけを熱演成するということが一般的なんですけど、一本車プローブを作ってみましょう。一本車プローブてのを作ることができます。それは、えー、あの時によってはあのいこれしといた方がいいかなと思ってこれちょっとんですけど、これ一本車を作るにはどうするかというときにここに。 このマルチクローリングサイトの上流 5' ダッシュ側に T7 と書いてありますよね。から 3' ダッシュ側に SP6 と書いてあります。この意味は T7 の r n f T7 という名前が付いたあのウイルスにか、あのバクテリアに感染するウイルスですね。それが持っているプロモーターで、えー、TRNA、ポリメラーというものがあります。から SP6 というポリメラーズもあります。 マルチクロニサイトの上にに T7 と書いてあって下流にと書いいてて、てああっ下流 SP6 る。これはどういう意味かというとこれがプロモーターになっていてさっきの転写のターターボックスのところを思い出してもらうと RNA ポリメダラーゼは,ーーではターターボックスがある位置のある側のとは反対のものところを反対側の反対の鎖を鋳型に RNA を作ってますよね。 ですかだから上のさこ,ここにあるここにターターボックスがあったとしたらターターボックスがある反対側を反対差を鋳型にして追合させていくのでこの上の高度差と同じ配列ほ,ほぼ同じ配列が出てくる。 というのが転写の原ですね。ターターという配列があるのと同じ側の鎖に対応する RNA が出てきます。はい。原則です。そうすると、これは T7 がある、ここにプロマだと、その反対差のもとに鋳、e、型を作りますから、こちら側の高度差ができてきます。 T7 ののポ,ポリメラーゼというのを使えば、高度差に相当する、RNA、が出てきます。SP6 の場合は位置が逆なのでこれの反対側の鎖をもとに型を反対側を鋳型として作りますので非高度差の方が出てくるそれぞれどっちを使うかによって向きが違うものを作ることができます。 これをセンスアレネ、センスは意味があるという意味だからこれをタンパクに直せる意味のある鎖ができるのでこっちはセンスアレネという言い方をしますし反対側の方はもうこれ意味をなさないタンパクの情報としては意味がなさないのでノンセンスアレネという言い方もしますでこれは全部試験管の中で転写をさせることができます で、この時に試験管内転写するときに、まあ、32p 放射線標識したものを入れとけばできたプローブが放射線で標識されるということになります。こういう夏、これも全部キットになっていてもう今この T7 で RNA もうポリメーターを働かせることができるようなもう試薬が用意されてそれをちょっと取ってきてあのプラスミドト混ぜるだけでこんな反応が起こっています。これにこれに、えー、このキットを入れて ビットの主役の中にこの d. N. a を彫り込んであれば、もう自動的に転写が始まるというようなことがあっても非常に簡単です。もう今自分で、ああ連ポリムを取ってくる必要もなくて、もう混ぜりゃいい。で、これで、このそれぞれのどっちかの鎖だけを作ることができると。P. C. R. だと両方できちゃって、後で分けますけど、一つだけ片っ端だけ作ることができて。で、この場合、ハイブリン使えるのは。当然ながら。 SP6 ですよね SP6 で作ったら非高度差ができるのでそれは RNA とメッセンジャー RNA とハイブリシしますですねこの場合は SP6 のキットを使わないと T7 のキットを使ったら無駄遣いするだけでアウトですただこっちをやるとさらに 転写だけじゃなくてリボソームとかアミノ酸ままでったよううな試験管内転写翻訳というキットもありますらこっちはメッセンジャーができてますからそのままそれが翻訳されればタンパクを作ることもできるとっとこれちょっとしか作れないんですけどちょっとしか作れないとこの後実験にも出てきますちょっとでいいとちょっと調べたいという時なんかはこの試験管内転写翻訳というシステムを使えば自分の欲しいタンパクを少しは用意することができると。はい、はい本で こ,こ,これさっきノーザンでこうイメージトレインしましたけど今度アーネスプロテクション発生実際をやってみましょうやるときにはまずは結出してないあのプロモーター領域と思われるところには異常血質をさせてない通常のミニエポ遺伝子を入れた時のことを考えますこれと同じですねこノーザンやればこれだからこ,こっちになるはずですねこんなふうなことが予想されるような実験を ノーザンだったらこういうい結果出ますねミネーポイ電子を入れてプロモーター領域がうまい,あのいじってなかったら普通ならこういうふうに反応を示すというふうになるこの時にやると入れると RNA を取ってきてやると。 ゲノム上のエポの遺伝子からメッセンジャーアレンが出てきて、このフルの長さの1365の長さのアレンが出てきます。で、低酸素のすとその量が増えます。ここでまず一応3倍にしておきます。ですね。3倍ぐらい増えたというのが、今までだったらこれ、こういうところが出てくるわけですね。じゃここでミニエポ。 ミニエポはちょっと短い600981というのが出てきています。ちょっとで今作ったのは今プローブとして作ったのは KPN1 から BGL2 の領域の反対差ですね。 ノン,セノンセンサーが作られたのでここで見てみるとこの前兆のメッセンジャーの中の KPN1 から BGL2 といたはここまでですねこの辺りとハイブリしますここにここから出ているここに KPN1 サンダーがあるからこのエクソン2に相当するところ からここの第5エクソの真ん中辺までのこの BGS この KPN1BGS のところがプローブですからここがハイブリするはずですここが639え639とか639の長さのところが完全にハイブリしますノートによ裕がある人はミニエポだったらどうなるでしょうちょっと考えてくださいミニエポ RNA にこのプローブをハイブリさせたらどうなるでしょう。 一方ミニだとこの KPN1 から ACC1 までが抜かれたんですねそこはもうないんですねないものとはハイブリできませんよねだからここでハイブリできるのはもともと ACC1 というところと ACC1 から BJ2 のところだけですよねハイブリできるのはここに ACC1 サイトがあるんですけど KPN1 から ACC1 はスポッと抜けてるのでそこはもうハイブリッシュはなくて余っちゃいます。で ACC1 から b j s のところまでがバッチリ100%マッチすると。ハイブリシすると。こんなふうになります。ここが255ですね。255の大きさのところだけがハイブリシします。 ですかそしてこうやってこういうハイブリッドさせた後にやることは RNS プロテクション RNA 加水分解酵素を入れます。まあ、2種類念のために2種類 RNSA という名前が付いているものと T1 という名前が付いた RNA 加水分解酵素を入れます。 この2つの酵素は一本差アレンジのところを過水分化するという性質が持っている2本差のところは過水分化できません。そうするとここ周りもちろん周りにはいっぱいプローブあるんですよこの辺ハイブリッドする時にはたくさんのプローブを入れていますから周りにプローブはいっぱいこうあるんですけどもそれを全て1本差だったら壊していきます。ここの部分は壊れないここが壊れここが壊れ ハイブリしているところ以外は全部壊されます。かす分解されます。すなわち、ここだとこういう639のそのものが残ります。ここだったら255のところが残ります。他は消化されてしまいます。で、消化させた後に原形度をかけます。 余裕がある人は左下のグラフを見て、これちょっと汚くて恥ずかしくて見せ当たる。これを見ると嫌な,なんだこれはと思って嫌になる人がいるんですけど、歴史的な事実は消せないので、これはデータをそのまま載せています。まこれ焦ってたんですね。まだこの頃 RNA があの,の扱いが難しかったから。 こ,れこういう黒くなってるのは RNA が分解されてる証拠なんですよね、RNA、やってる最中にどんどん,どん,どん RNA が分解するから短いものがいっぱい出てきてこれスメイヤっていうんですけどスメイヤになってるのは実験が下手だという証拠だけど、まあ、この時はこれでもいいやんと早く出したいというような時に、まあ、本当はきれいにしてやらなアカウいトですよ時間との戦いなので、まあ、この辺で出だんだんきれいになってきますんでここが一番汚くて次の,あの右下の方になるとだいぶきれいになってくるんで、まあ、今回 許してくださいこれはここを改ざんデータ熱をするわけにいかないんでこれそのまんま論文出てるデータをそのまんま書いてますでやったら見たらどうですかこれまずコントロールと書いてあるのはこれ遺伝子導入してないやつですここです遺伝子導入をしてないというやつです,ですねで今回は遺伝子導入してない時に出てくるのはこのゲノムからのエポイメッセンジャーだから639の大きさが出てきますこれが639で ここがにほとんど、普通酸素ではほとんど見えませんけど、低酸素、ハイポキシアですね。H はハイポキシア、低酸素の英語名です。そうするとここのバンドが濃くなってますよね。増えていると。ゲノム上から出てくる、このゲノム下のエポ,エ,スメッセンエポ遺伝子から出てくるメッセンジャーが低酸素によって増えてくるというのは、この r n スプロテクション発生でもちゃんと出てきてます。ですかこれで こ,こ,はこ,のこ,れこれスメイヤーなのはこの RNA が分解しているからです分解してこう小さくなっているんでプローブは分解したものでもこの辺ズタズタになってきてもここが,ここが消化されても真ん中残っていれば反応しますからこうスメイヤーにいろんな大きさのものと反分しているでも一番上を見るとた、まあ、6 3十九のがまあ一応バンドとして見えるから低酸素で6 3三十九の全長のエポエメッセンジャーが増えたとですねで右側はこれトランスフェクションしたものです 結出をしていないようなミニエポ遺伝子をトランスフェクションしても、やっぱりこれは普段の時よりも低酸素にすると増えてますよね。増えてます。一応、汚いですけど、バンドとしては増えてる。だから、トランスフェクションというこの遺伝子導入しても、ちゃんと低酸素に応答しているということが読み取ります。一方、255。五十五は遺伝子導入したミニエポ遺伝子に由来するものなので、 左側のコントロールではここにはバンドは見えません。ありません。遺伝子導入してないので。でも遺伝子導入した後は、普段の量よりもガバッと増えていると。ですね。ということから、この結果からミニ導入したミニエポ遺伝子は低酸素に応答したと。ですね。中の間を切ったものですけど、ちゃんと遺伝子に この遺伝子は低酸素に応答して転写量が増えているとでだいたいちょうどいい時間になったんでこういうことが分かったから次回からはじゃあ 5' 側を削ったらどうなるでしょう 3' 出側を削ったらどうなるでしょうというその影響を見るというのが次回の右下の実験になっています。 で、これはね、結果往来だからこれなんですよ。いつもこうなると限らないんですよ。もしこれは、ある、あるところを取ってきて、試験管の中に移したんで、ひょっとして大事なところが移しきれてなかったら、この中に入ってなかったら、導入しても応答しないかもしれないです。 もし応答しなかったらこれはまだ取ってきた量が足りないんだと思ってもっと大きく広げて取ってくるというこれはもうここは結果次第ですねここではうまくいったから次に進めますけどもしうま,くいけてあうまくいかなかったら低酸素よ全然増えなかったらもっと5だし側取ってこようと3だし側も取ってこようというようなことをやらないといけないここは必ず結果を、えーあのー、結果を見ながら次へ進んでいくというので今回は成功したので次に の進んでいいきますというでこの辺になると、あの、これが、えー <coughs>、汚い、これ汚いというときに、この辺はもう恥も危なく、もうとにかく早く出したいというやったんですけど、最近は画像処理ができるんですよね。今は根拠で、この当時エクセフィルムなんで、エクセフィルムをやって、それを写真に撮ってやるので、消せないです、この辺は、こんなところは。 だけど、今、フォトショップがいるというすごいものがあって、汚いところは消せるということがあるので、それをやっちゃう人が時々いるんですね。で、この前、去年、もう大問題になった。東大のある研究所の教授の人、すごい有名な教授の人なんですけど、でも、その教高校の教科書に載るような、大事な、あの。 遺伝子の染色体を守っているという守護神というのをとってすごいあの業績であのいろんな賞をもらっててもうどんどんスターダムに上がっていったんだけどその人がやったのは画像処理しちゃったんですねこう,こういうのだと論文通らないからいらないバンドは消しちゃえっていうのでやっていてきれいにしてだったら論文が通りやすいからって言って彼が言うには結論は変わらないと彼の弁明はね増えてるのは変わらないと。 ここをあの決して見やすくしただけなんだと言ったんですけどそれはもうアウトですよねもう全ての栄光を失ってしまっていもう一遍やるとアウトという,もう例なんでそういうことは皆さん絶対いつかバレるのでやめましょうと <laughs> それで今日は終わりです